はい皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの牧さんソンです。で今日ですね、あの裁判の報告と、それから、えっ、ー、と、閲覧してきたやつですね、ちょっとお話をしていきたいと思います。えー、画面共有していきます。はい、で今日の裁判ですけれども、ちょうどですね、705法廷という同じ法廷で、あの面白い判決が2つあってで、その後宮古先生と福永先生の裁判と、まあ、そういう進行だったわけですね。 1>, でえー、1時10分から判決が2つあって、1つがこちらですね。平成30年は17879と、平成31年は6221という事件ですね。これはあのネット詐欺に関する損害賠償ということです。で y さんという方が株式会社、リトツかな RID を訴えた事件ですね。でこれあの、原、ま、告、あ、8人いるんですけども、 8人に対して、まあ、少ない人は10万、多い人は220万という形で、合計570万支払いと。まあ、そういう判決が下ったわけでございます。まあ、大体原告半分ぐらい勝訴って感じですかね。というようなところでした。から次ですね、これ、報道陣の方、3、4人来てましたけれども、でもまあすでにネットで記事になってますけれども、 平成30年は33181ですね民、これも民事32号、都がっかりの事件ですが、えー、片山さつきさんですね、まあ、政治家の方ですけれども、が文書を訴えた事件ですね。なんだっけね、国税局にこう口聞きしたとか、そういう記事を書いて、それが名誉毀損だと言って訴えたんだけれども、まあ、これは請求棄却と、まあ、いうことですね。まあ、どうも真実相当性があるというような判断だったようです。 これ、そうですね、案決終わったら3人ぐらいだったかな、あの記者があの出てきましたね。4人だったかな。まあ、記者の方ってあのノート持ってるんでね、あの一般傍聴人と区別つきますよね。まあ、僕とかはまあノートは持ってないですよね、手帳は持っていきますけど、なんで、そこでえマスコミかどうかは区別できるかなという感じします。 でいよいよ今日のメインイベントをですね、令和3年は1779ですね、民事32分の事件です、あと、まあ、反訴事件もあります。で、これ、原告、福永克也で、まあ、被告が都孝二と、まあ、いうことですね。で、結論から言うと、今日決心審しまして、3月28日13、10分判決ということですね。あの3月の終わりって判決多いんですよ。っていうのは、3月で異動になる裁判官っているんですよね。 なので、その異動になる前に判決下さいということで、3月の最後の週っていうのはすごく判決が多いです。逆に4月の最初の週ですね、第1週、第2週あたりは期日がすごい少ないです。それはあの、もしかしたら俺、異動になるかもしれないっていう裁判官は、そのあたり期日入れないわけですよね。まあ、なので、3月の終わりがぎっちり詰まってて、で4月の頭がすかすかになってると、まあ、いうのが、あの裁判の日程ですよね。 ということですで今日ですね、えっと、被告が事務所名4と5を陳述ですね。から原告が事務所名4を陳述ということです。まあ、これに対する反論ということですね。で、あのその後ですね、裁判長、あこれ、大濱角裁判長という女性の裁判長なんですけども、あの被告はこれ、争うということでいいですねってですね <laughs> 言ったわけですよ。で普通だったら この原告がその被告の住民署名に反論してきたわけだから、被告はこれに反論しますかって聞いてくるのが普通なんですけれども、これも争うということでいいですねと、調、え、書、ー、に取りますよと、まあ、いうふうに言ったわけですね。ということは、これに対して反論しないよね、する必要ないよねっていうことをまあ裁判長は言っているわけです。からあと、古先生はあの承認申請ですね、まあ、認証申請として、 まあ福永先生と本人を認証申請したのかななんですけども、それについてどうするかということで、まあ、原告の福永先生はまああの裁判所に任せると、まあ、いうことだったんですけども、裁判所はそれは不要であるということで、えー、却下して決心と、まあ、いうことなんですよね。で、この流れですよね、まあ、あの正直被告に有利な流れなのかなというところです。というのはあの これもし被告を任すんであれば、その被告は承認申請しているわけですから、それ、ちゃんとやらして、反対尋問の機会を与えたからでないと、その手続き的な補償がなされてないってことになりますよね。なんで、その被告の言い分を聞かないでやるってことは、もうあんた、勝たせますよっていう意味だっていうのが普通ですよね。なんで、まああの、被告に有利な判決が下る可能性が高いのではないかということです。 でこの裁判に関して、僕、いつも思ってるのは、その福永先生がその求人に至らなかったこと、からから業務委託ですよね、共同受任という名目の業,あの業務委託によって、東電を処理していたこと、まあ、このことを訴状の中で認めてるんだよね。これが僕的にはなんか悪手だったんじゃないかなっていう気がしています。 具体的にはこの部分ですね、当時原告は東京電力に対する原発事故に損害賠償を出す手掛けており、実際に求人を出したことがあった。で、採用には至らなかったというわけですね。で、まあ、業務委託というのはどういうものかわからないけれども、え共同受任系弁案件を所持したことはあるというわけですよ。 でこれ宮古先生がそのメールとか残っていればそれでよかったんだけど、まあ、メールなどの客観証拠はないわけですよね。でそうすると、宮古先生に対してその求人出して応募してきたのに、え断って代わりにその共同住人です、あの業務委託でやらないかというふうに持ちかけたと、まあ、いうことが真実かどうかというのは、これはもう立証のしようがないわけですね。ただ、他の弁護士に対して、 その広告だけ出して採用せずに業務委託を持ちかけますと、まあ、いうことをしていたのであれば、ですよ宮古先生にたとえそれをしていなかったとしても、他の弁護士にやってたのであれば、それは重要な部分において真実であると、まあ、いうことになりますよね。で、そのまあ、もちろんその採用する気がないのに広告を出したらはさすがに認めてないけれども、求人を出したけど採用に至らなかった。 で一方で業務委託でやったことはあると、まあ、いうことを訴状、まあの中で認めちゃってるわけじゃないですか。で、そうすると、もうこの時点で、いや、これあの、宮古先生に対するそのおとり広告が立証できなかったとしても、これはもう、重要な部分において真実であるというふうに言えちゃってると言われてもおかしくないんだよね。うん 福永先生にしてみると、誰か1人ぐらい協力者が出るかもしれない、宮古先生にね、協力する人間が出るかもしれないと。と、まあ、いうことで、先に言っといたほうが、まあ、心証いいだろうと。と、まあ、いうことで、あらかじめ言ったのかもしれませんけれども、この部分って、宮古先生、立証するのは結構大変だったと思うんですよね。でねやっぱり実際にその匿名での協力はあったみたいですけれども、実名で協力してくれる方がどれだけいるかっていうとなかなか厳しいんですよね。なので、 まあそうなってくるとですね、えー、これ、宮古先生はこの部分を立証できたかどうかというのは正直言って分からないわけですよ。でそう考えると、これを訴状の,の中で認めてしまったというのは、僕は握手だったんじゃないかなと思いますけどね。ここは隠してすっとぼけておいた方がが、証明できるものならしてみろと。 まあいうふうにしておいたほうが、福永先生的には勝率が高かったんじゃないかなって、僕は思っています、うん。ここはなんでこれ書いたのかっていうのは、本当ちょっと聞いてみたいところではありますよね。はい、で今日ですけれども、午前中ですね、まあ、閲覧してまして、あのこちらで、とりあえずこれですね、令和3年は15605ですね、明治 43, 43分の事件です。 でこれ、えー、とカズマックスがプララを訴えた事件ですね。まあ、これの判決文を見ていきました。で予想通りですねこれ、開示せよという判決でございました。これ、なんだっけな、立、え、花、ー、隆さんとソフトバンクの事件かなと重なっていて、聞けなかったんですけどもあの、まあ、開示せよという判決だったわけですね。でどういう書き込みかというと、 ハズマックスというクソ調子に乗った楽器を間違いなくやることを決意した、おとなしくしていれば肉体的にやるのはやめようと思ったが、調和するなら買ってやるからよろしくこれは今年の3月12日の書き込みだけれども、肉体的にやるとまで言っちゃうとね、ちょっと、結構これ、きついですよね。からもう一個は、てめえには一生黙祷させてやるからと。 まあこれもなんか身体的な危害をなんか告知しているように見えますよね。なんで、もうこれは完全にやっちまってるかなって感じはしますね。ただ、この事件なんですけども、いや、実は俺、アカウント買ったんだ。で、買った上でそれを譲渡したんだ、まあ、いうことを発信者が主張していて、むしろその部分の方がまもしいというかね、あの争点、大きな争点になってるかなという事件です。ね でまずケニシガの迷惑性ですね。これはまあ、あるよね。一生黙祷させてやる。ですね。まずの、同定可能性か、えー、ということで、あの原告の投稿を引用した上でやっているから、原告を対象している。とうとですね。こっち、こっちか。原告の投稿引,投稿を引用しているから、これは、まあ、あの原告を対象にしているで。投稿1は投稿2の1分前に投稿したものであるし、カズマックスですね。 これは、あの、原告のツイッター名、カズマックスですね。まあ、これのお読みであると。発音であると。まあ、いうことで、まあ、いずれも原告を対象にしていると。まあ、それはそうだよね。だからわけ同定可能性はありますよ、っていうわけですね。で、その記載内容ですね。えー、原告の生命または身体に出し害を与えるものを告知するものだと。まあ、そうなりますよね。肉体的にやるとかさ、一生黙祷とか言ってるわけですから、 まあこれは身体的な危害を、ね、与えることを意味するもので、まあ、これが違法性創却されるというのはなかなか難しいですよね。なので、まあ、権利侵害の迷惑を責めてもれなかたということになります。ね、で問題はその被告がですね、被告とか、発信者がアカウントを買いました。で、その後すぐに第三者に譲渡しました。まあ、そういう主張をしているんですね。 で、それがどうなのかってわけです。ただ、今回はこちらですね。ログインから投稿までが約5時間しかないんですね。で、そうすると、ログインを行ったものと投稿を行ったものは同一人ではないかと。まあ、いうふうに強く推認されるところであります。 で契約者の方がです、ねまあ、あの回答をしてるんですけれども、この方がです、ね、アカウントをインターネットで購入し、ログインしたものも何も投稿せずに第三者に譲渡した。で、ログアウトを失念していた。まあ、こういう主張を、まあ、契約者がしていると、まあ、いうことですよね。まあ、そもそもアカウントを買うということ自体がそもそもふざけになった話ですけどね。 あの今、桐谷さんの、なんか、なりすましのやつがいて、で、そいつが多分これやろうとしてるんですよね。あのフォロワーいっぱい集めてアカウントを売るつもりじゃないかと言われてますよね。なんですけど、まあ、まあ、もうこの時点でアウトでいいと思いますけどね。ていうか、そのもう、アカウント買ったんであれば、全アカウントのやったやつも全部責任を負えよって話ですよね。と、私は思いますけど、いかがでしょうかというところでございます。 ただまあそういう主張をするんだけれども、先ほど言ったように、ログインから5時間ごとですね、かなり時間的に近接しているわけですよね。なので、これはやっぱりログ,あのログインしたものが投稿したんだと、まあ、いうふうに考えるべきなんじゃないですかということになります。まあ、ほとんど言い訳に近いですよね。ということで、権利侵害の明確性は明らかであるということですね。まあ、ですので、原告請求は理由があるからこれを利用すると。 ということでございま,すまあ、妥当な判決じゃないですかね。ということでございます。まあ、逆に言うとさ、アシンジャ改正給ってさ、これくらい明白なやつでやるべきだよね。まあ、とあるインフルエンサーみたいにさ、え、これ、認められんの <laughs> これ、真実じゃんみたいなさ、話を、でガ,ンガンこう改正給かけてるインフルエンサーとかいますけど、ああいうのは本当にどうなのかなと僕は思いますよね。 で、質問コーナーなんですけど、福永くんさーとありましたが、何があったんですかいや、別に何もないんだけど、あの、内容証明受け取らないわけじゃないですか <laughs>。で、内容証明受け取らないのに、普通指受け取るとは思えないじゃないですか。で僕、しょうがないんで、今日の期日に、その、答弁書持ってったわけですよ <laughs>。答弁書持ってって、福永先生、はいってこう、手渡ししたわけですよね <laughs>。っていうことですよ。で、裁判、で、その後、あの、民事5分の方行って、 それであの、いや、直送済みですって言って、口頭文書出してきたわけですよね。なんで、あの、お前受け取らないせいでお、なんで俺、お前に手渡ししなきゃいけねえんだ、みたいな話になってて、まあ、別に郵送代助かったからいいんだけど、まあ、その、受け取り拒否ですよね。内容証明3回受け取り拒否されてますからね。弁護士が普通そういうことやるかって話ですよね。なんで、あの、 まあそのあたりが福永くんさというところのまあ中身なのかなという気はしますけども。ただまあ、あの何が言ってもいいのかなと思います。福永くんさ、かっこいいよねでもいいじゃないですか。ということですね。民事訴訟で160万円支払いが多いですが、そうでもないんですけどね。あの160万円って、あのえー、っとね、あ、え、れ、ー、ですね。 お金に換算できないやつは全部160万円として計算されます。例えば、えっと、橋図上開示せよっていうのは、総額160万円ということになります。から、例えば、謝罪広告書ですね。これも160万円です。こら、あと、例えば、株主総会の決議を取り消すなんていうのも160万円ですね。だお金だったらさ、いくら払えっていう請求だったら、その金額が総額になるんですけど、お金が出てこないものを要求する場合には、 これ160万円になるんですね。ということです。で、被告がおで男気で色をつけて支払うって言ったらどう,どういう判決なんですかいやそれはもう全額24でいいんじゃないですかまあ被告だから払うって言うんだったら全部24でいいじゃないですか。だか原告が請求拡張するかどうかですよね。ただそれだけだと思います。 タンソンさんがニコニコ動画にも投稿してくれたらやっぱり代理人服なんか出た60万とかコメントばっかりしてます。<laughs> ニコニコ動画ってコメントできんだよね。なんでこの辺にばーっとこの文字が入ってくると <laughs> いうことになるんですかね <laughs>、はい。なるほど。まあちょっと検討してみたいと思いますけど。はい、今日は裁判少ないですか少ないですね。今日109件かな。 えっと、普段大体いい裁判ってえっと400件ぐらいあるんですよ。まあ、月曜日は若干少ないですけど、まあ、月曜日は大体400件、300から400が標準ですね。で、それが今日100件でした。だまあ先週までで終わらせたかったんじゃないですかね。か逆に言うと、先週は判決がすげえ多かったですよ。例えば24日、クリスマスイブの日ですけど、金曜日ね。392件。まあ件数は普通なんだけど、 1> 第1回期日のやつが94件。で、判決が147件ありました。で、これね、かなり異常なんですよ。普通は、第1回期日の方が判決のまあ倍から3倍ぐらいなんですよね。だって、その訴訟始まっても、途中で和解になったり、取り下げになったりするケースが圧倒的に多いわけですよ。半分以上そうなんですよね。なんで、第1回期日の方が判決期日よりも圧倒的に多いのが普通なんだけども、 24日は、なんと、判決期日の方が5割ぐらい多いという状況だったわけですね。これはもう裁判官が年内に判決出したいと。まあですね、判決出してですね、もうゆっくり正月休みたいという裁判官が多かったということを意味しているわけですよね。まあなんで、27日ですね、あの、そうですね、期日自体は100件と少なかった、109件だったかな。 うん、少なかったですね、普段の3分の1か4分の1ぐらい、ねまあ、月曜日はもともと少ないんだけど、まあ、それでも3分の1ぐらいじゃないですかね。明日はもっと少ないと思いますよ。明日はもうね、あのフライングで休みたい人いっぱいいるでしょうから。ということですね。あ、そうそうあの、朝の電車も若干空いてましたね、ふだスカイラークの株持ってますかいや、持ってますよ、もちろん。 スカイラークさ、電源使えっからさ、そのノートパソコン持ってさ、なんか、訴状とかシコシコ書くのにもいいんですよね。あの昼間のさ、なんか、客いない時間帯だったら、なかなか追い出されないんで、まあ、そういう時間帯に行って、なんかちょこちょこ打ってる。まあ、いうのが結構好きですね。今日も面白かったです。ありがとうございます。最近、凶悪時間を考察するブログが、勝手に YouTube 配信のネタになっているという被害があったばかりなので、余韻深かったです。 ダンスさんもブログのネタを勝手に別の人に番組化されて、えー、配信された著作権侵害で訴えますか、まあ、著作権があるかどうかという問題はあるけどね。うん、まあなんで、訴えるかどうかはよくわからないということですけどね。うん、不動産鑑定士になって路線価とか調べたらギャラはいくらくらいもらえますか路線価は確か毎年出てくるのかなあの 動産鑑定士で独立して3年ぐらいするとあの地下工事が回ってくるんですよ。で地下工事は、ね、1ポイント7万とかそんなもんなんだけども、まあ、結構手間かかんの,、ね、あの事例集めて分科会というのに出席して他の鑑定士の意見聞いてとかですね、そういうの何回かやって出すんで、まあ、結構めんどくさいんですよただその地下工事入っているとの相続税路線化とそれから固定資産税ですねでこれが回ってくるんですよなんですね で相続税路線がです、ね、これ決めているのはもちろん税務最終的には税務所の職員なんだけれども、その決めるための,です、ね、そのポイントというのがあるわけですね。でその強化は鑑定士が出して、でそれをもとに税務所の職員が路線化を決めるわけなんですよね。でその路線化のポイントの仕事を取るには、地下工事を取ってないと大体回ってこないんですよ。地下工事を取ってると、路線化とそれからあの固定資産税の仕事は回ってくるわけですね。 で固定産税の仕事は結構、金額あるみたいですけど、ただ3年に1回しか回ってこない。3年に1回評価内があるんでね。だからあの、鑑定事務所ですね、あの一般の鑑定事務所って3年に1回、ぼーんとこう収益上がるんですよね。それはそういうことなです。で相続税の路線化は、まあまあ、一応毎年あるはずですけど、どうなんでしょうね。<laughs> まあ、普通なんじゃないですか。 と思いますけどね、まあ、安定した収益という点ではあの、安定しているとは思いますけど。というところですかね。まあ、田舎とかだとね、公的評価だけでもかなり学の,の金額になって、鑑定士少ないんで、1人当たりのポイントが多いんで、あの結構、公的評価だけでもえちゃうぜみたいな感じらしいですけどね。まあ、都会だと、鑑定士多いんで、やっぱりこう、ポイントの取り合いみたいになって、なかなかそれだけだと厳しいということもあるみたいですね。 といったところでございます。はい、えー。それではよかったらチャンネル登録、高評価、コメントの流せの方お願いします。どうもありがとうございます。